それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。ベルマー、オーウェン、マカリスター、ジェラード、リトマネン、ハーマン、リーセ、エッゲン、ビニョール、バッベル、デュデク、アビアーティ、マルディーニ、コスタクルカ、チャモ、コントラ、カラート、セルキーニョ、ガットゥーソ、ルイコスタ、フィリポインザーギ、シェフチェンコ。いよいよ試合開始です。両チーム相手の出方を伺っているようです。さあここ、ゴー、前が空いた、素晴らしいゴールです。追加点、連綿と描いていきます。シェフチェンコ、大きく前方にクリア、ボールが宙をさまよう、いいパスが出た。さあここからどう攻める、打って、アンビリバボール、ゴール、スーパーゴール、ゴール、決まった、ゴール、エクセレントゴール。オフサイドはない。さあここからどう攻める、ゴール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 、ダイナミックゴール、繋がればチャンス。ベルマン、見たか、ゴール、得点。リトマネン、いいパスが出た。さあここからゴール、ゴール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 、シュート、ゴール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 、優雅に徘徊します。エッゲン、スコアになっています。リーセ、シュート、ゴール、シュート、圧倒的な強さを見せつけました。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。まあ大差